勝利を見せてくれました。横浜 F マリノスヒーローインタビュー行っていきたいと思います。まずはマルキーニョス選手、そしてエドワードのペンキア選手。さあ、文句なしの首位返り咲きでございます。正直とても嬉しいですけど、まだまだ先は長いので地に足をつけて続けていきたいと思います。さあ、今から試合続けていきますけれども、3日後にもマルティジャー戦控えております。勢いを聞かせてください。今日無失点で終えられたので、まあ、次も無失点で、まあ、それは今後の見込みをマルティーニョ選手もお願いします。com a mesma quantidade de garra que ele entra na música, a gente tem que ser de música。次の試合も今日のようにしっかりみんな自信を持って、努力して相手リテクトしながらもしっかり戦っていきたいと思います。では最後に一緒に戦ってくれましたサポーターの皆さん、一言ずつメッセージお願いします。本当に、毎回失点してしまって、皆さんには結構うまかったりとかするかもしれませんが、まあ、とりあえず今日みたいな試合をして、まあね、ちょっとずつ一戦一戦戦っていきたいと思いますので、応援お願いします。皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。それでは改めまして盛大な拍手をお願いします。